赤木山スキー場は群馬県前橋市赤木山の山頂にあるスキー場である。昭和30年代頃までは東京から最も近いスキー場であり、また大沼、小沼、里島園は天然のスケートリンクとなっていたこともあり、にぎわった。昭和初期の国鉄のスキー場のポスターにも越後湯沢などと並んで赤木山スキー場の名がある。オリンピックアルペンスキーメダリスト、 以外や千春もこの地でスキーを極めた。ゲレンデ滑走位以外にロープウェイを使い地蔵だけ山頂から尾沼、大沼へ数キロの滑降も可能であった。現在の里島口近くにある展望台にはかつて気流側にあったケーブルカーの資料室があり、当時の厳しい冬の営業の模様を伝えている。1998年初頭に赤城山ロープウェイが廃止。 それに伴い同スキー場も閉鎖されていた時期もあった。現在ではファミリー向けの、自称、日本一小さなスキー場として営業が続いている。三つのゲレンデがあったが、2018年1月4日、現在、赤城山第一スキー場のみが営業している。スキーリフトはなく、スノーエスカレーターが設置されており、土日休日のみ運行している。ありがとうございます。